右よし、左よし、オッケー、今なら誰もいないよ。確かスタッフさんの部屋は505号室よね。相談して対策をって、あそこにいるのは。迷子みたいですね。違います、私たちお化けじゃありません。大丈夫ですよ、怖くないです。ああ、泣かないで。ほら、スマイルスマイル。あ、そうだ、まんまるあやまにいらだり、あ、マリアマンヤです。なんで。落ち着いてください、これには事情が。あちゃー、パニックで全然聞いてくれそうもないね。悠長に構えてる場合じゃないですよ。他の部屋の人たちが出てきました。騒ぎが大きくなってます。ここは一時撤退しましょう。あ、ねえ、この部屋ドアが開いてるよ。誰もいないみたいだからここに入っちゃおう。ひとまず大丈夫ですかね。誰だ、ノックもなしに人の部屋に。ここは俺のリモートオフィスだ。すみません、すぐ出て行きます。な、お前たち。この顔には事情が。パステルパレットがなぜここにいる。え、自分たちの顔に驚かないんですね。あ、空港で会ったイカゲソの人。イカゲソの人ではない、俺はアイドルプロデューサー辰巳孝太郎。アイドルプロデューサー。まさか憎き因縁のお前らとまた会うことになるとは。ここで会ったが100年目とはまさにこのことだな。お前たちパスパレがフランシュシュにした悪行、一日たりとも忘れたことはないぞ。ちょっと待ってください。会ったこともないのに急にそんなことを言われても困ります。自分たちが何をしたのか分かっていないようだな。いいか、耳の穴かっぽじってよーく聞け。お前ら、うちの仕事取ったじゃろかーい。もともとガバイガバイ祭りのライブ出演枠はうちのアイドルフランシュシュが出るって話だったんじゃーい。8割型、7割型、そういう方向性になってたんじゃーい。なのにお祭り委員会のやつら、お前らの存在を知った途端、東京のアイドルの方が話題性あるんでって、あっさりからすったことっこいがー。苦労して営業かけてたのが水の泡、後から来てしれーっと横からかっさらいやがって、このドラボン、ドラボンキャッツ。経緯についてはお気の毒様ですけれど、私たちはオファーされた仕事にベストを尽くすまでです。おーおーおー、そんな顔色をしておいてよく言えたもんだな。やはり俺もまだ月に見放されたわけではないらしい。その顔、あのクリームを使ったんだろう。なぜそれを。俺もガバイガバイ祭りの実行委員会の人にもらって間違えて使ったから。ああ、それはなんというか大変でしたね。俺のことより自分たちの心配したらどうだ。しょーゾンビーフェイスでアイドルの仕事なんかできるわけないじゃろかい。うん、そうじゃろかい。ちゅうわけで祭りの仕事はうちのアイドルたちにささっと譲って、とっとと東京にお帰りください。お疲れ様でした。なんなのこのふざけた大人は。でも確かにさ、この人の言う通りじゃない。
こんな状態でお仕事するのは無理だよね。さっき廊下で出会った皆さんにはこの顔のせいで怖い思いをさせてしまいました。ほらね、辰巳の言った通りでしょ。ゾンビフェイスになった程度でそうやってメソ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 、そんな弱々メンタルアイドルにライブなどできっこありません。さあ、あとはうちのフランシュ氏に枠を譲って、そんで尻尾巻いてショーンボリボリ東京に帰ればよかったい。ヘナチョコ弱々メンタルアイドルなんでちゅから。さっきから聞いていれば随分な言い方ですね。ん、なんでちゅか、何か言い間違ったか。私たちはプロです。一度受けた仕事はちゃんと最後までやりきります。当然でしょう、この程度のアクシデントどうということもありません。そうです、パスパレのアイドル魂見せて差し上げます。はい、今までもどんなピンチも乗り越えてきましたもんね。はあ、お前らにできるとはこれポッチも思いません。ピッピーロピッピー、この人の一体どこがプロデューサーだっていうの。みんなこの仕事絶対にやりきりましょう。佐藤さん気合が入ってますね。私も頑張ります。なんか面白くなってきたね。やりきってみせましょう。そうだね、みんなこのお仕事絶対成功させよう。はい。